外国馬とは競争馬の区分で国際競争に出走する国外調教師の管理馬を指す。格外出走表情では格外で表記される。日本で生まれ、かつて日本の中央競馬、地方競馬に所属していた馬でも日本国外の競馬に移籍すれば外国馬となる。外国産馬とは区別される。番組表情で国際、または国際招待とあるのが、 出走可能なレースである。日本の競馬界はかつては閉鎖的で1981年のジャパンカップ創設までは外国馬が出走することはできなかった。その後徐々に制限は緩和されてきた。JRA は2005年から段階的に国際競争を増やし2007年度にはインターナショナルカタロギングスタンダーズに掲載されている競争の1、2を 国際競争にし、2010年には中央競馬の平地競争の重傷はすべて国際競争となった。オープン特別競争も平地競争は37競争、障害競争は1競争が国際競争となった。地方競馬でも2011年より東京大商店が2018年には全日本2歳優秀が国際競争となった。 ジャパンカップなど一部を除けば、外国選出馬に選ばれながらも、特に GI レースのシーズンが集中する春秋を中心に、外国馬の所属する地元の競馬場でのレースに向けて、ローテーションを調整する傾向にあること。また、日本では外国馬の遠征のための検疫要求者などの施設が、まだ少ないから、調教師や旧社等、当該外国馬の関係者から、 出走自体を申し入れるケースが多く、国際競争であっても、外国馬の出走しないレースが比較的多い。そもそも競馬が盛んな欧米、豪州には日本よりも GI 競争の数が多いので、無理に日本に遠征しなくとも出走できる GI 競争は多い。その上、1990年代以降、レベルが向上し、なおかつ高速馬馬化し、 その上小回りで直線の短い競馬場が多い、日本競馬に適性があるかどうかもわからないまま出走する外国馬は少ない。また、外国馬が制したレースのほとんどは、比較的直線が長く、小回りではない東京競馬場がほとんどである。これらのことから、日本国外の一流馬は、日本競馬への適性を考えて、出走を踏みとどまり、一流と呼べない馬たちは、 レベルの上がっている日本を避ける傾向がある。近年は外国馬は比較的制しやすく地元馬のレベルがもう一つである国のレースを選ぶことが多くなってきている。特に欧州馬は賞金が高額ながら比較的制しやすい b c ターフや香港国際競争を選ぶ傾向にある。しかしながらアジアマイルチャレンジやグローバルスプリントチャレンジ ジャパン・オータム・インターナショナルといったシリーズが開催されることによって、賞金も目的として、蒸気シリーズに該当する競争に出走する外国馬も見られるようになっている。地方競馬には2010年まで外国馬が出走可能な GI 競争は存在しなかったが、2011年からは東京大商店、2018年からは全日本二歳優秀が外国馬が出走可能になる。 2015年レース結果から、ジャビスサーチ2015年4月5日閲覧。ありがとうございます。